オルダイエット、これどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールドでアイスボーンやっていきます。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回紹介していくべきこちらでございます。ボルボロスのガンランスでございます。個人的にレア銃の中では一番強いんじゃないかなと個人的に思っている武器でございます。今回紹介するのはボロスグレモス2でございます。レア度10の攻撃力621、切れ味青ゲージの回心率がマイナス 10%、麻痺属性値が510のスロ2が2個の防御力ボーナスプラス25、拡散型レベル5ということで、まあスペックを見るあたりで言うと、そうですね、やっぱり攻撃力が600台に乗っている、まあ、これがまず一つ強いですよね。そして麻痺属性値が500オーバー、これも強いよね。そして、月砲撃型、まあ、拡散型レベル5にはなるので、まあ、比較的属性攻撃が活かしやすい月砲撃型ということで、まあ、麻痺属性ガンランスとの相性もバッチリですね。で地味に、スロット2が2個あります。四重奏バルスピーサーと同じ、武器スロット数でございますので装備の幅もかなり広がっております。で、あとはそうですね、まあ、マイナス 10% 回心率マイナス 10% がちょっと気になりますけども、まあ、見切り2をね、入れたら相殺できるのでそこまで気にすることもないのかなと。はい、今回こちらの装備をね、紹介していこうかなと思います。ね、麻痺属性強化を入れつつ、で見切り2で、マイナス 10% の回心率を相殺しつつ、組んでみました。属性解放、させております。させないとね麻痺属性がつかないので、まあ、そこもしっかりと、抑えとかないと、せっかくの高い麻痺属性値が活かせないということで、こんな感じの装備で今回やっていきます。よろしくお願いいたします。はい、ということでこちらが装飾品でございます。やっぱスロ2が2個あるだけでありがたいね、本当にありがたいわ。あとはそうですね、この透析解放っていう装飾品がないとちょっと厳しいかなと思います。まあ、スリンガー装填数アップを犠牲にすればいいんですけども、まあ、せっかくねガンランス使うんだったらやっぱこの装填数アップも欲しいなということで、載せてみました。はい、こんな感じの装備で今回挑戦していきます。よろしくお願いいたします。さあ、ということでやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。今回買っていくのはイテサスレイゲーナでございます。まあね、ちょっとレイゲーナと合流するとちょっとめんどくさいんですけども、まあ、合流する前に倒すことができたらいいなぐらいでやっていきましょうかね。じゃあ早速あいつに会いに行くまでカットします。はい、ということでやっていきましょうか。よし、足鳴らして顔にへばりつく。1回2回、ラスト行きましょう。はい、いいですね。よし、じゃあまずクラッチで、スリンガーを取る。で起爆力を装填までいきたいですね。足跡拾うなよ。よし、オッケー。はい、そこ。はい、うまじで間に合わなかったよ。くっそー、残念やったな今の。あれ間に合うことできたらな、かなりスムーズにいけたんだけど。もう一回、オッケー。さあ、麻痺狙います。まあ、600ありますからね。600ありますから。なんせまひった、まひったらお前それ。 OK、 じゃあ早速まずは起爆力を打ち込みましょうか。670でしたね。670なんだよ、強くない？それ、どっかに足、どっかに石ころ俺落とさなかったっけ？気のせいか、残したはずなんですけどね。ほら合流した、ほら絶対合流した、その声。ほらな、この合流が結構めんどくさい。共闘するんですよね、確かね。なんで小屋子玉で早急に退去してもらいましょう。うん、これ氷生やしてくるから気をつけて。さあ、あとスタミナがちょっと少ないですね、氷やられやってるから。ちょっと減るスピードが速いぞ。落ち着いてな。スタミナがありません。消費量も半端じゃないです。待ってください、待ってください。あ、スタミナがない。これ打ち消しで解除したい。OK。うん、怖え。あ、落とした。OK。この調子で麻痺ねえかな、次。麻痺でそう。いいね、いい感じで麻痺属性値が発動してるな。拘束時間長いね。尻尾くるよ。OK、ガード。
まあ、麻痺属性強化レベル4積んでますから、それは強いよ。落ちで落ちた、ほら麻痺ったよ、ほら。さあループしていきまーす。弱いわけねえもん。流氷ここですね、行きましょう。うん、いい火力。さあ今2回目麻痺したから、あともう1回、あ、これノートした方がいいな。はい、ここはチャンス。ちゃんと麻痺属性値をちゃんと蓄積させとかないと。 OK、 毒状態に戻ってんな。これ誰ですよ。ああ、お供だ。 森名人の人がいますね。みんなボワボワやったけどね、忘れちゃったな。まずい、よいしょ。打ち消しの実は飲まないとダメだ。うぅ、そうやった、耳栓なかった。オッケー、追いかけましょう。さあ行きましょう。おーい、当たんねえか。まあ起爆力まだ残ってるからね、いつでも起爆力を次打てるような準備しとった方がいいかな。うぅ、怖い。そうね、刃が下からね、氷の刃が多段ヒットするからですね、追加攻撃されるから。まずい、食らうよね。うん、噛まない、噛まなかった。これは打ち消し。うん、遠いね。さあどうすっかな、ぶちかまし狙えるけど石ころがねえんだよな。ここもらいましょうか。あれ飛んだあ、飛んだら解除されるのね、あれ。オッケー、もう一回いただきましょう。スリンガーいただきます。はい、ナイス、ヒルビ拾って頭に行きましょう。ちょっと待って、頭落とすぜ。はい、よし、落とすことできた。そろそろもう一回麻痺ってもうええんちゃうかって感じですかね。頭切れちゃった。ちゃんと弾ちゃんと見ないから。装填します。いた。拾ったね。よし。さあ、もう一回麻痺ねえかな。そろそろ、まあ、そろそろいいぞ。おい。あー、やべえ、方向かわせない、ステップで。来る。来ない。さあおいで、2回ヒット。いいよ、いい感じにいけてる。さあ氷剥がしてて、ここかな、リリフォ。はい、うん、悪くない。尻尾、なぜなぜ落ちちゃう。まあいいや、ナイスマヒー。3回目です。どうもどうも。新しい起爆流行と交換しましょうね。はい、流撃砲はまだ溜まってませんでした。ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた、コマンド起爆流行の装填のコマンド間違えた。ダメだよそんなことしたら。さあ落ち着いて、さあ落ち着いてください。あら、いや出てこない。やだ、いやー、流撃砲したい、落としたい、すっげー落とした。ああいう低飛行は落とした。うーん、お、オッケーオッケー。弱ってんのか、弱ってんのか、どうなんだ。そこいけるわ、落とす。あ、落ちない、悲しいぐらい落ちなかったはいはいはい、寝るんでしょ、あなた。どうせ寝かせませんよ、早く起きなさい。しびれ罠です、どうぞ。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。結構強くない？うん、属性値高いからね、月砲撃との相性がいいからですね、割と麻痺特化で組んでも面白いんじゃないかなと思います。
生産武器の中でも結構好きだな、この性能は。はい、ということでリザルト画面です。いやー、マヒでね、3回マヒったね、今回ね。いやー、まあマヒるとね、起爆力を刺したりリロードできたりとね、ガンランスにとってはすごくありがたいからね、こういう装備もいいんじゃないかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。